どうも、アキです。サクセスやっていきます。今回は、円卓高校ブラッシュアップデッキでセンス丸サクセスやっていきましょう。デッキこんな感じです。はい、というわけで、昨日、キンキンシュシュモードのデッキを使ってみたところ、かなり感触が良かったので、今回はそのデッキを改良したバージョンのものを使っていきたいと思います。まあ、改良点としましては、まず一つ目、こちらの鈴木くんを採用しました。この鈴木が守備とメンタルのダブル得意練習のキャラクターで、まあ、キンキンシュシュモードに組み込むと、メンタルも、まあ、得意練習2つにすることができます。はい。でですね、この鈴木がさらにいいのが、アベヒ広角を持っていて、この2つがなかなかキンキンシュシュ組む中で僕は、ちょっと抑えにくかったので、まあ、かなりここが助かるというところですね。まあ、内安打、まあ、そうですね、この辺潰してあげてもいいかなと。まあ、内安打は確実に潰そうと思ってます。はい。で、そしてですね、あと、この、大声を採用することによって、まあ、大声がパワーヒット打球伸びしか持っていないので、まあ、特能がかなりしっかりと、抑えることができるんじゃないかなと思っております。ただ、大声が気迫ヘッドだけ金徳が被るんで、まあ、3分の1で来るなと。もうそこは願って、今回はね、行きたいと思います。正直、この大声の枠は後指筋力なので、まあ、そうですね、登場、メガネ登場に期待したいところです。ちょっとですね、筋力キャラ意外と、昨今辛い部分があります。はい。で、まあ、得意練習が、まあ、1つの練習に3つ重ならなければ基本的にはね、そのまま前回のままね、レベルをキープできるので、まあ、前回のレベルのままですね、まあ、あの要は立ち回りができるまま今回サクセスができればかなりいい選手が育成できると思うんで、ちょっとね、まあ、次元ボックス最終日というのもありまして厳選してまいりました。はい、頑張ってやっていきましょう。まあ、角田も PSR お借りできてはいるんですけど、ちょっと評価を上げていきたいところはございます。続き頼む、広角はべひ。まあ、守備職人を抑えた、結局技術が辛いからな。広角ナイス、これが一番欲しかった。 OK で、まあ、モードを入れてあげるとですね、かなり技術が入るっていうのは昨日分かったんで、センス丸あれば、まあ、ミートと守備両方101いけるんじゃないかなと思いまして、今回はねちょっとそこも攻めています。で、打撃踏んでいきたいのはもちろんなんですけど、さすがに5人勧誘できるのであればこっちと。お、上り調子。ここで来たんだったらもう買わないの方選択しようか。そうですね。はい。よーし、これはなかなか楽しみなね、編成、センス丸。これモード早くプラス5にしたいっすね。モードはもうマジでいいなと。この高校で本当に使えるなと、めちゃめちゃ感じております。まあ、エピック踏めるっていうのもあるし、いいんだけど、勧誘3人か。まあでもここはやっぱり、センス丸厳選やってて、もうそんなに厳選できるほど招き猫がないんで、角田追っておきます。でも今日ですね、ちょっと縦画面が、まだ設定できていないと思います。ちょっと12月、まあ、年内はですね、頑張って毎日サクセス更新やろうと思っていますので、ちょっと今日撮ったのをすぐ上げたいので、少しお待ちください。はい。まあ、でかい画面で見たいという方は、PC 今回は推奨でございます。はい。よし、こういう時はもう打撃を踏んでいくと。とにかくレベル上げるのが大切だよ、というお話でしたね。この打撃で進んで、レベルを上げておく、そしてタックで回収するっていうのが非常に大切になってきます。はい、では大声くんですね。頼む、金徳だけはかぶんな。金徳ってもうあれ完全ランダムですよね。まあまあまあ、もうそこはね、祈るかもう2つ取るぐらいのね意識でねやっていけばいいんじゃないかなと思っております。はい。で、こちらがですね、まあサボり癖があれば消去できるんですけど、まあ今回復の方が美味しいでしょう。オッケー。で、もちろん今センスあるんで、ここでチームメイト評価上げる。東条がですね、このイベントが結構でかくて、円卓においてはいいなと思ってます。はい。ちょっとエピック欲しさもあるんだよな今。うわー、さすがにいいねそれ。次メンタル踏んでもいいなこれで。まあ、ただ打撃も踏みたいですし、まあ、打撃が勧誘可能人数が多いとね、前半は一番いいんですけどね。頼む、ムードくれ。これもチームメイト評価確か上がりますよね。素晴らしい。一回エピック取りたいな。怪我率あるな。でもこれはいこう。よし、
エピック鳥田さと、あとは角田の強化ゲー、オッケー、ラブパまでなんか来た。で、大声。まあ大声もね、本当に金徳さえ被らなければ絶対悪いキャラクターではないんで、これオッケーしてもいいかな。かなりポイントもいいですしね。いやー、なんだかんだハゲタが取りに行くでしょ。大声も悪いキャラじゃねえ。よし、そう信じていく。でもう告白ラインに多分なっているんで、とりあえずミート上げて美味しさをゲットしに行こう。ただやっぱちっちゃいコツ潰していかないといけないんでね、この高校。一応モテモテを取るのか取らないのか。いや、モテモテ大丈夫じゃん。まあ一応取っとくか。お守りないしな。よし、上だと経験点もいいし、なんかのコツも来るんですけどね。ちょ待って、早い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 よ、それはやばいよ。でも成功率結構みんなはいいって言っていてですね、それは信じたい。意外といいっすよみたいな。あれ、まだ他のプラインになっていなかった。なぬ、まあこれでなるでしょ。練習後イベント。やばい、やる気が。8人行きたいかな。こっちやっぱり行く方がいいな。渋いな、どこも。こういう時はやっぱ打撃か。一回置いとこうか。一回置いといて打撃行ってから考えよう。このエピックがどういうのかにもよる。よし、交換ナイス。まあまあ、ミート D 台かな。ちょっとハゲタカにしたのに進みが早いっていう。さすがに金徳失敗はいかんぞ。いやー、 C まで持ってきた。ちっちゃいの潰す前に C 行ったからな。ここが確か気迫ヘッドなんですよね、この位置が。なんかそんな気がする。なんか避けたい、ちょっと。なんだかんだですね、評価も上げないといけないっていうのもあるんで、言っといてもいいぞこれ。行きましょうか、これ。まあまあコツいいしな。タッグ組まないとどうしようもないっすもんね。今回いいやつはないんですけれども、その代わりにまあチームメイト評価上がるイベントがいっぱいあるんで、そこでいろいろと良くなるかなとも思ってます。はい、そっち実際いらんだろ。こっち行こうか。3人いれば行っていい。よし、いいね。よし、オッケーオッケー。まあ角田はクリスマスで評価取れるんで、あとは金徳さえ成功してくれてかぶんなければ完璧。ナイス回復。ちっちゃいコツな、潰していかないといけないんだよ、ほんと。まあ一回60になったところで潰しとくか。さすがにっていうところ、さすがにっていうところね。追い打ちは一応来る可能性あるんで、あとまあアシストですかね。はい、回復もあるし、まあ行ってもいいかもしんないけど、そこまで美味しさがあるかって言われると、まあでもあれか、練習効果アップみたいなのも来てるし、行こうか。よいしょ。金徳、まあ2つ取れればいいっちゃいいんですけど、まあそこはあんまりです。無理はする必要はないっていう感じですかね。よしよし、ああ、いい、ちょうどいい。筋力3が取れるし。よし、行こう。しかも、パワー比打球伸びですからね、彼は。
って。OK。コツのやつがないってことは、きっと先にミートあげてもいいんだよな、実際。さあさあさあ、楽しみになってきました。金徳さえこれは成功すればっていう感じに僕の中でもうなっております。はい、代打。まあでもどうせ僕癖として忘れちゃうんで一回取っとこう。忘れがちなんでね、私。ブロック、追い打ちはまだイベントでコツが来る可能性があるんで置いておきます。よしよし、これタックいって美味しいでしょ、結構。で、4人になればそれもいけるし、オッケーオッケー。オール経験点。100点入りますからね。すなわち130点か。今のでタックプラスで増えている。だからダブル得意練習でいいんだよな。タックの強さじゃなくて、タックであることが大切なんですよね。はい。で、あとはこいつも成功してくれるよ。パワー依存も2人いるという感じですかね。はい。これはもう成功しないとあんまり連れてくる意味がないっていうね、キャラクターの一人なんでね。はい。うわ、緊張してきた。なんかセンス丸って緊張するのは嫌だな。楽しくサクセスやりたいわ。もう緊張しながらサクセスやりたくないな。楽しくね、サクセスをやっていきたい。これはもうなのでデートとかでいいかな。もしくは打撃でもいいぐらい。あ、打撃でいいかも。4人でしょ。勧誘、あ、勧誘ゼロか。エピックは取れるけど勧誘ゼロ。じゃあデートで、できれば回復取りたいんでね、クリスマスもね。ここは評価上がんないですけど次上がるんで。早いな、進むのが。まあ一応パワー上げときましょうか。これイベント経験点がバカ違いますからね、成功と失敗で。まあもちろんコツも、コツレベルか。よし、お、これはいいんじゃないか。4人勧誘できるし、エピック取れるし、素晴らしいと踏みますね。よし、くー、よしよし、めった打ち。ナイス、かぶんなかった。ナイスすぎる。とりあえず1個ね、被らず取れればいいかなと思っていたので、もうなんなら OK まであるぞ、これ。よし、もうなんならクリアできたまである。で、ミート依存なんで、上り上司来てるし買わないにしようかな。ちょ、技術がね、センスもあれば大丈夫だと思ってるんですけど、ちょっと怖い部分ももちろんありますよね。はい。お、いいタイミングで体力を削るかもしれない。ミートと守備を101持っていくんでね。まあでもモードがいれば入りやすいんでね、基本は。やっぱ潰す前にちょっとミートあげるわ。ミートパワーあげるわ。打撃踏んでいきたい。わ、レベル3にちょうど止まるて。1人だけ勧誘してもな、それだったら3人勧誘する方がうまい気がするな。これがちょうどやる気に止まんなかったらちょうど止まりたいんですけどね。あか、エピック取っとく、レベル3で。あ、こっちの方がいいや。レベル上げてエピックも取っとく、次の。結局体力あるんで、やる
評価取りましょう。まあこれで評価は絶対大丈夫。まあデートもね、絶対あと3回ぐらいはできるんで、もう怖いもんはないかもしれないこれで。さすがに A だったら失敗しないだろう。そしてね、3人2人勧誘したい。1人か。でもな、それ取っておきたいな。くそ、こういうとこがハマってくるとね、より良くなってきます。さあ頼む頼む、成功してくれ。最近失敗しかしてなかったから。くー、いやアトリビ筋力ほんと連れてくる人あんまいないんすよ実際。でも他に、いやーメガネ登場期待。いやー最近失敗しかしないなこいつ。もう一旦ここでポイント入ってからいければベストだったんですけど、これはいろいろとレベル3のものを回収したさあるタックで。デート、いやー最近あいつ成功しないな。マジでバカみたいな経験って入ってきますからね、成功すれば。で覚醒王子、これはこれも野球だったかな、この間使いましたよね。はい、この間ダブル得意練習デッキなんていうのでね使ってみたんですが、まあこちらはスルベーチは確定でございます。やっぱ確定キャラは素晴らしいというところです。おー勧誘可能も素晴らしい。まあでもな、12月に完走されたらもう仕方ない、切り替えましょう。筋トレが来てないわけじゃないんでね。はい、こっちですよ。なんで大切なのは、大切なのはむしろそっち。こういう時に打撃を踏んでいくのがおそらくいいと思われるんですよね。1人勧誘できれば打撃 OK。 やべくんナイス。失敗だ。まあまあまあいいや、これはあの金徳イベントは続いていくんで、成功すれば何かしらは来るんですけど。はい、うん、これもメンタルでエピック、今エピック実際どうだ、取りたいか、いいんじゃないかまだ。ということでこれも打撃でレベルを上げておく、タックに行くのではなく。降格も来てますしね、バレンタインっていうのもあるんで、ちょっと一回またレベル上げよう。イベント優秀なんですよね基本は。まあなんとか大凶ですけど、3000点も出てますし。お、また打撃でいいんじゃないか。うん、レベルを上げに行くべきだろ、だろ、はい、出ろ。まあ一応念のための監督評価も OK。 さあ打撃にこうやってちょっと美味しい練習が来ると伸びます。チャンスメーカーも来てくれました。ちょっとアトイベ筋力の2人がね、本当にデッキとしてはまた変えられてくるとでかいですよ、この本当にあれはね。はい、まあ、またそこはちょっといろんなキャラクターね期待しましょう。なんでまだまだ伸びしろあるデッキです。さあもう打撃後になってるんで、またこれはもうタックもコツもつけてレベル上げに行ってエピック取るっていうのが一番いいですね。ちょミート上げとこ、もう101いけばいいんだろとりあえず。今回コツのマスがないな、ほとんど。まあいいけど、コツは自分でなんとかね揃えられるような編成にはしてるんで。よーし、逆ヘッドがコツさん。まあ一応まだ来る可能性あるんでね、置いときましょうそこは。
おっと、あと1人。さあ、これはもうレベル3とかなんで、回収していくよと。いい感じになるんじゃないかな、どうだろう。悪くはないですけどね、ここまで。さあ、まあここからね、ちょっとミスしないように落ち着いてね、やっていきましょう。大盤もコツさん来てほしいな。さあ、もう101持っていけたと。で、広角抑えた方がいいですね。あとは精神ポイントが足りるかどうかっていうのもちょっと怖いな。 17% か。いやー、攻めるべきでしょう。美味しいでしょこれ。超、うん、勧誘可能もでかいし。よーし、オッケー。全取りできるしね。ナイス。うわー、大丈夫かな。あれコツ1だったら、カジバがコツ1だったら精神ポイントが割ときつい気がする。まあこっからですけどね、まだまだ。回復でちょうどいいんじゃないか、これ。レベル3回復。素晴らしいんじゃないか、これ、なんだかんだ。30ぐらい回復しますよね、レベル3回復は。あ、50もか。今、あれがあったのかな？見てなかったけど、もしかしてあれがあったのかな？さあ、さすがに成功する。さすがに成功する。よーし、オッケーオッケー。さすがに成功した。ということで、ちょっと上り調子怖いんで、精神ポイントがとりあえず置いとく。最悪取らないまである。もうこの辺レベ3ゾーンなんで、どんどん逆境絶対くれよ。ないっすよね今。取っていこう。まあでも精神ポイントはこいつもくれますしね。よーし、逆境ナイス。ちょっとこれコツ3じゃないとつらい。うん、コツ1か。まあでもセンスだからな、一応。守備は28スタート。うわ、素晴らしい。さあ、コツ来るんで、来てるやつは潰した方がいいんですけど、まあ、お市は一応潰しまして、気分屋絶対かぶんな。取らないぞ。嫌いなんでね、僕は気分屋。ラッキーセブン。まあ、許しましょう。まだパワーヒとか伸びとか来てなくないか、打球伸び。大声入れた意味になるぞ。これでもう一丁ね、金徳かぶらず。切り込み隊長の方ですかね、来てないのは。取れればね、100点ですけど、まあそこまでは正直、こう確実にできるデッキだとは思ってないです。はい。勧誘可能3人があれば行ってもいい。あ、ここ美味しい。あ、結局こっちが美味しいか。もう一回回ってくるかな。いや、もう一回回れるでしょ。内野安打潰そう。もう一回回ってこれるでしょ、多分と信じる。怪我もしない。オッケー。阿部ひ。やめてね。よし、サボり癖つかなければもうオッケー。よーし、素晴らしい。で、大声コツくれ。いいよね。110点。ラブパまで来い。打球伸びいいでしょう。よし、ハマってきた。回復まであるといいんだけどな。まあいいでしょう。6人ね。あ、ちょうどいける。エピックも遠いから行っていい。これは
まあ、デッキとしてはあともちろん振り袖とかもねどっか入ってこれるといいですけど、まあさすがにちょっとそこまでの余裕なかったですね今回。まあ、あと僕50で持ってるわけではないんで、僕自身の、あ、連打も来たパターン、ナイス。どうしよう。で、あと何回だ？あと2回か。まあ、それは正直。鈴木か、でも。いや、でも次、レベ3回復も取れそうだし、いっとこう。これ微妙だったな。でも2回だったらもう7月にやった方がいいかなと思いましたね。さあ、エンタクルス、マスラップも来たよ。そう、おいちはここで来るんですけど、まあまあまあいいや、それは。もう。冷てえな。どれくらい減るっけ、彼女いると。あー、微妙なラインになっちゃった。回復来い、なんなら。よっしゃーナイスナイス、これで次回復マス踏んで完璧。とりあえず弾道上げて、パワー上げたら撃てるな。よし。十分パワーヒー、もう最悪直取りまでいけるだろう。うん、精神ポイントも足りているでしょう。よしよし、いい感じだ、これは。これは間違いなくいい感じだ。ということで、上り上司も取る。うん、間違いねえぞ。これはいい感じだぞ。サクセスが。めっちゃいい感じやん。あとは試合に負けるみたいなしょうもないことだけはやめてくれ。よし、よし、行きましょう。うわ、緊張してきた。まあでもまだモードがね45じゃないんで、まだ本番ではないんですけどね。まだ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 ね、練習中ですし、サクセスもまだ、だって出て1週間とかでしょ。緊張せずに行きましょう。大凶だし、後イベ筋力まだ今後の新キャラに期待だし、メガネ登場出るの決まってるし、気楽に行きましょう。ただ一つまたね、いい編成、いい攻略方法だと思うんで、まあ大声いるんでいいデッキとまでは言えないですけどね、金徳被ってるんで。ただコツ考えるとね、打球伸びパワーヒなんで、コツはもうめっちゃ合いますけどね。広角阿部ヒは鈴木が持っててって考えると素晴らしいですけどね。とりあえず広角来たのでかいな。5600点、金徳も1個来ている。いけるでしょ、いけるでしょ。回復もあるでしょ、しかも勧誘家の3人でしょ。で、次また回復もあるから。よしよしよし、いっとこう。1% はさすがに、怪我しないよね。よし。で、レベ3エピック。これこれ。これですよ、この高校でね、基本やりたいことは。はい。ようやく1週間経ってなんとなくやり方が分かってきたかなと思います。あとちょい、まあ回復実際取りに行ってもいいなと思うんですよね。
果コツ、いやもうそれ進んでも仕方ないでしょ。デートは結局置いとく方がいいと思うんで、うん、勧誘して回復で次またタック、もうこっからタック待つしかない。で精神ポイント全然余裕だったわ、超絶余裕、むしろ技術が危ない、技術がだいぶやばい気がするこれ。え、頼むよ、技術やばいからさ。技術頼むよマジで。あ、技術だいぶやばい、守備101全然いけない、このままでは。おいタック頼むよ、エピックいけるかな、期間によるんだよな、その。でもラストと思っていく、もうこれラストだ多分。いけた多分、よし、やる気アップ、渋両方いける、しかも、あ、3、2、2、まあまあ両方いけるっちゃいけるか、両方いけるな。うわー、くそ、最後の方なんか渋いぞ、おい最後の方渋いぞ、なんか全然タックは来ないぞ最後の方。コツ取っといた方がいいな、バンとなんか渋い子作んな。技術、あーく、なんか、この1、2ヶ月何なの一体。1ヶ月ぐらいか。この1ヶ月ぐらい一体何なんだ。ちょ、技術稼がして。技術稼がして。で、いけ。よし。金徳2個は無理だったと。まあまあいいでしょ。まあ技術全然来ない、筋力ばっか来る、レーザービーム、よし、オール経験でナイス、まあ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 倍になってて悪くはないでしょう。これはもう怪我しにくさを取るしかない、技術を節約しないといけないんで、怪我しにくさになんなら一発逆転まであるな。まぁ、ちょっと早とちりはやめようか。怪我しにくさは取っていいとしても。うわ、技術足んないかな、どうだろう。101、2個はちょっと欲張ったか。まあ最後言っておく方がいいと思うんですよね、もうパワーヒモまだ来てないですし、打球伸びも欲しいですし、もうちょっと僕は技術のマスが踏めるかなと思ったんですけど、筋力マスばっか来たな今回。よし、打球伸び2回来た、もうちょっとなんか、特に最後5月6月ぐらいがピークになるのに、そこでタックが引けなかったっていうのだけが今回残念ですね。あと、まあ、無理して登場じゃなくてもよかったのかなと、そこを結構欲張ったんで、今回登場じゃなかったかなとも思ってます内心。はい、競争心は絶対取るな。まあ、とりあえずここデートいきます。さあ、ツノリア、まあもちろん挑発を取るしかないな。
で、パワーも S 来た。もう筋力はだから十二分に良かったんだよな、今回は。まあ割り振りはラストに考えるとするか。うわ、これちょっと守備1番の1きつい。まあ初めて僕もこのデッキ使ってみたんで、次やるとするなら、まあでもちょっと違ったんですけどね、本当に技術マスもうちょっと踏む予定だったんで、そこが逆になったんできつくなったっていう結果なんですけど、まあ安定さを取るならそこを東条、そうですね、振袖とかにする方が良いのかなとも思います。なんか微妙に弱いな。この高校微妙に弱いんですよね。なんかこの中途半端な弱さというか強さというか。守備だったら言っときたいな。もう技術ちょっとでも稼いでおきたいな。あとデート1回ですしね。足爆弾、こんなところで足爆弾。そして完全に忘れてた、このアイテム持ってきてたことを。せっかく厳選できると思って持ってきたのに今思い出したわ。というのもですね、実は2回やっていて、最初まああんま変わんなかったけどね、これ常に回復あったんで多分ほぼ変わんなかったけど、実はですね、あれを病気を回復できるアイテムを持ってきてて、最初厳選やってたんですけど、それが切れて次これに変えて今だったんですよ。わかります？この気持ち皆さん。わからん。意外性固め打ちって誰か持ってたっけ。とりあえず置いとくか。これは無理に正直守備101持っていかない方が今回は伸びたパターンなんですけど、当時入れたのに持っていかないっていうのがあれなんで持っていきます。投げました。初球外れても、守備45で止めといても、いろんなとこの阿部紐まだ来てないしとか取った方が正直伸びたパターンですね。振り袖にしてまあタック稼いでっていう方が。それでもまたやってみようかな。先ほどホームランを放った寺山、投げました。やっぱ無理は良くない。慎重に攻めてきます。振り袖の方が合うな。投げました。ちょっとまた後日それでも挑戦します。まあそれだったら全然盆栽でできるんで、はい、盆栽 SS を狙っていきます。それでまあでも要は攻略の仕方はね一緒なので、そしたらば筋力を一つ前入れられるんで、そっちの方が安定するぞ。前入れ筋力入れられるんで、前入れ筋力だったら誰がいますか。いくらでもいるんじゃないか。後入れから今回選ばないといけないっていうところは辛かったんじゃない。前入れ筋力で言うと、あ、それで、あ、そうだ、それで7位入れて、じゃあ前に、広角パワーヒもらって、安定的に。で、ってやる方がいいっすね。はい。金徳もそしたら気迫ヘッド来ても被らないと。いう変遷を、まあ、また後日やりましょう。よし、こっさんナイス。パワーヒか、片身打ち欲しいな。チャンスメーカー抑えたかな。パワーヒはむしろ、いやでも割引率で考えたら結局パワーヒか。そうだね、結局パワーヒか。そうだったわ、結局パワーヒだ。よし。ただなんとまだ取らない。筋力いらないんで、もう技術を割り引いてくれる方がいいんで、もう一回パワーヒコツが来る方が嬉しいという感じです。はい、よいしょ。お待たせ。エンタク追う展開で
そうだな、そっちのデッキの方が安定するし、なんだかんだ上限アップにあんまりこだわりすぎるのよくないんで、とりあえず1個、今の時代であればとりあえず1個いるかどうかがまず大事だと思うんで、1個、ちょ今のストレートちゃうんかい。2個は無理する必要はないな。今回みたいにそんなにまでハマんなかったら厳しいとか、ハマればね余裕なんですけどね。多分スプリットばっか投げんな今日。変化球にキレがあります。第3球を投げた。危な。エンタクリードで迎える5回です。先ほどホームランを放った寺山、投げた。これはいい当たりだ。いった。うわぁ、嘘だろ。ただもう次元の招きはないから、もうこれが最後なんだ、厳選は。これちょっとホームランできない。頼むよ。なんでそんな弱いんだ、この高校。横溝。うわ、なんかこいつ変化球マンっぽいな。投げました。やっぱりか。しっかりホームラン打つぞ。投げました。ナイス広角打法。やっぱ変化球弱い。怖い試合が。もう筋力ポイントいらないんだよな。いや50もいらないんだ実際に。いらないな。筋力だけ使うとこのもないですもんね、多分もう。うわー、ここがマジでマス目が逆だったら完璧だった、今回。そのマス目がね。マス書きが逆だった、最高だったな。あ、でもそうか、そしたらピン賞が足らなくなる可能性があるか。うん、あえて守備を踏もう。守備タック来てくれ。守備タック来てくれ。お待たせ。2回の裏、弱い。エンタク攻撃に入ります。トップバッターは寺山。初球はストライク。まずは1球見ました。投げました。外角低めいっぱい、ストライク。バッター追い込まれました。センターは95になれば投げました。打てるだろう。打って、これはいい当たりだ。入ればどうか。センター見よ。同点で迎える4回です。そうですね、デッキまたもうちょっとこう楽に回せる感じにしてまたチャレンジします。ただちょっとこの金種に固める、そしてモードを入れるっていうデッキがかなりいいなと、まあ、感じているというお話でしたね。まあ、打線が弱いんだ、ここ。とにかく打線が弱い。常にノーアウトランナーなしで回ってくる。嘘だろ、おい。嘘だろ、おい。集中。危ねえ。弱すぎだろ、に。この高校。やばい。天才使うのはめっちゃ怖いですね。厳選も怖いですけどね、もう。やっぱりシラスがナンバーワン。なんだかんだ言ってやっぱりシラスがナンバーワン。結局シラスがナンバーワン。そうですね、コツがいっぱい残ってるんで、本当はそうでしたね、そういうサクセスでしたね。まずは101いけちゃうんですね。ちょっときついな、でも冷静に。よいしょ。まあ行ってどれくらいいくかだ。あと今回コツがあんま出てこなかったですね。最初から言ってましたね。闇のこいつクイックかなんか持ってる。早いな、投球フォームが。
まあでも結局経験って余ることなくできたのであれば OK。 トップバッターは寺山、投げた初球打った、無理したか、ヒット、ボールは中継、寺山円卓リードで迎える6回です。ワンアウトランナー1塁という場面、打ちました、入った入った入った、円卓リードで迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面で寺山初球打ってきた、点差直撃、打ったバッターは1塁蹴って2塁へ、寺山ツーベース OK。 まあなんとか経験って落とすことなく最後までできたんでよしでしょう。まあ本当にあれですね、後半畳みかけたいところでタックは来なかったのと、志賀がねまたもう4連続ぐらい動画で失敗ですね。これでこれストーリーを読んだことがないから未だによくわからない。2位か、ちょっと走力も低いな。9570、まあ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 そこそこではあります。一番意外と余裕か。パワーヒー、さあこっからどうするか。さすがに来てる、これは取りたい。筋力をもう消費しないとどうしようもないと思うんでこれ、まあ、でも絶対取っておきたいラインは取っておいて、筋力消費するものは取る。あ、意外といけるな、意外とあるな、筋力消費するものなんて意外といくらでもあったな。もう阿部日は諦めざるを得ない。もうちょい筋力を使いたい、筋力、インアウトも取りたいぞ。11か、微妙、微妙だなこれ。冷静やめてこうしてこうだこうだ。はい、おみさんこんにちは、こうだですだな。これはプラスチャンスまでなんとか取れないかな。これ126、技術36、どうにか持ってこれないか考えよう。おおお、もしかしてこっちだと、うわ今度ちょっとあれが足んないのか。あ、わかったわかったわかった。しかもコブ意味ないじゃん、保守専用だし。わかったぞこれ、こうでからのこうだろ。よし完璧、完璧だった。なんだかんだまあまあになったと思う。さあ OSS は行くと、まあいうところで、まあ今回は本当にここでしたね。あの筋力に来すぎて守備、あの技術に来てれば一番いい形にはなったんですけど、あのマスがちょっとそこは筋力に来たので逆に足を引っ張っちゃったっていうところだと思います。はい、まあなのでそこが振袖雅の編成だったら SS1 とか今回でも狙えたかなと。まあでちょっと精神がいっぱい来てたんで、まあ振袖雅の方がやっぱいいですかね。角田だけでミートは上限アップして、振袖で技術がっつり稼いで、まあまあこっち整えていくという形が一番だったんじゃないかなと思います。そしたら敏将こっちに触れましたし、うん、まあ精神のあまりもおそらくなくなっていただろうというところですと。はい、まあでもこんな感じですねっていう感じですよね。本当に全体的なサクセスはこんな感じになっているかなと思いました。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ということで円卓ね引き続き頑張っていくんで、ぜひとも皆さんねチャンネル登録して毎日ねサクセス動画楽しんでいただければ幸いです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。